京都大学防災研究所の千切でございます。深層崩壊の発生場所の予測ということでお話しさせていただきます。でもう皆さんご存知の通り、つい、先週ですね、広島の方で非常に大きな災害がございました。で私昨日までちょっと現地に行っておりましたので、その話も、付け加えてといいますか、少し加えて、お話しさせていただきます。ただ広島で起こったのは深層崩壊というよりも表層の崩壊ですので、ちょっと違うんですが、では始めさせていただきます。これは最近のアジアの土砂災害のリストです。 あまり網羅的にはなってないんですが、地震によっても雨によっても起こるんだということを示しています。黄色は地震ですね。で水色は雨で起こった主要なものですが、例えば中国ですと2008年の汶川地震、ウェンチャン地震で9万人近い方が犠牲になられたんですが、あまりよく知られてないんですが、そのうちの2万人くらいは土砂災害によるものです。でその後雨が何度も何度もありまして、途中に引っかかっていたような土砂が出てきて土石流になってということで、去年の段階で3029人の人が亡くなったというふうに聞いています。台湾ですと、99年に収州地域地震がありましたね。この時3000人くらいの方が犠牲になられていると思いますが、詳しい内訳は存じてないんですが、1箇所の大きな深層崩壊で39人、もう1箇所で29人の方が亡くなっているというふうなことがあります。それから台湾はまあ日本以上に地殻変動も非常に活発ですし、雨もたくさん降るということで、2009年には台風モラコットというのが南の方を襲って、非常に大きな政治問題にまで発展するような大きな災害を起こしました。でその時に後でお話ししますが、小林村シャオリンというところですが、400人以上の方が亡くなられるというふうな、一つの、たった一つの深層崩壊でそういう大きな被害が起こったというところもあります。マレーシアはまあ比較的安全なんですが、それでも1回の雨で300人以上の方が亡くなるというふうなこともあります。それからインドネシアも非常にたくさん災害ありますが、後でお話ししますが、パダン地震2009年というと、これもあんまりよく知られてないことだと思いますが、非常にたくさん斜面崩壊が起こって400人以上の方が亡くなっているというふうなことがありました。それからフィリピン、日本は、これはまた後でお話します。でこれは日本および一部台湾が入っていますが、近年の雨による斜面崩壊の一覧です。一番新しいのは広島ですね。で私が防災研究所に赴任しましたのは1997年ですが、その頃からずっとこうリストしていって、大体のところは調べに行ってるんですが、ほとんど毎年のように何か起こってます。で日にちと場所と地質、赤は花崗岩ですね、ピンクが火山灰と水色は堆積岩ですね。深層崩壊が起こったもの、それから表層、深層崩壊は起こってないけど、表層崩壊は非常に群発たくさん起こったものに丸をつけています。これを見ると、非常に面白いことに、表層崩壊がたくさん起こるような地質地域では深層崩壊は意外と起こらない、逆に深層崩壊が起こるようなところでは表層崩壊は起こらない、両方起こっているところもありますが、意外とこう住み分けしているようだというふうなことがあります。で、今日はこのうちの深層崩壊のお話をします。どんなものかというのをざっと見ていきたいと思いますが、これはもう3年くらい前になりましたが、紀伊半島を襲った台風12号による深層崩壊、からこれは台湾の先ほどお話した小林村ですね、この部分が崩れて土砂の船体がここまで行って、
ここに村があったんですが壊滅、それからここに天然ダムができてそれが決壊して、全て洗い流したというふうなことがありました。この時は、たった一つのものが95秒間の間に、400人以上の命を奪ったというふうなものです。これはフィリピンのレイテですね。2006年ですが、この辺りが崩れて土砂がその麓の平らなところずっと流れ広がって、村が壊滅したというふうなもの、これは引き金はよくわかんないんですが、多分長雨だろうというふうに言われています。これ日本の御嶽山、これ地震で起こったものですね。もう30年前になっちゃいましたが、ここが崩れて、延々10キロぐらいの区間を8分間で流れ下ったというふうなものです。これは東日本大震災の時の福島の白川のものですが、ここは崩れて麓をずっと流れ広がったというふうなものです。これは台湾の九分山っていう地域地震の時に起こったものですが、ここは崩れて下に溜まったと、で、天然ダムができたというふうなものです。これは中国のやっぱ文鮮地震の時に起こったものですが、東華港というところで、人がここにいますが、ここは崩れて、土砂がずっと流れ広がって一つの村が壊滅したと、1000人以上の方が亡くなっているようなものですね。これもやっぱり文鮮地震の時に起こったものですが、ここが北側って言いまして、日本の救援隊が派遣されたところですね。でそこのすぐ近く、地震断層はずっとここ出て、最も被害の大きかったところの一つです。でここで大きな、地滑りが起こって天然ダムができて、これ全部それでせき止められた池です。でこれがその天然ダムせき止めた、土塊ですね。でこの下流には非常に大きな町がありまして、25万人の人が避難したというふうなものです。で、中国では今までも特にこの四川の、山の方ですね、大きな地滑りで天然ダムができてそれが決壊して何万人という人が亡くなるというふうな経験を、何度も持ってまして、多分そういうことからこんな大きな避難になったということかと思います。で、いろいろ言いましたけれども、深層崩壊は、非常に高速で移動する、日本語の方に書いてないですが時速100キロ以上のものもかなり一般的です。あ、書いてありました。から長距離移動する、天然ダムを作る、で、ダムが決壊することがあるということで、災害軽減のためには備えることが最も重要ということになります。で備えることっていうのはどういうことかというと、場所を予測すること、場所を予測する場合には雨によるものと地震によるもので、ちょっと違うような性質がありますので、分けて考える必要があるというふうに思います。でようやく目次ですが、最初に降雨による深層崩壊の事例のお話をします。でその場合、事前の斜面変形の存在が場所を予測の鍵になる。斜面変形というのは、動かざること山のごとしって言いますけども、実際に動かないことはなくて、斜面がだんだん重力でこうたわんでいく、たわんでいってこらえきれなくなって崩れるというふうなことがだんだん分かってきてますので、そういった事前の変形の存在を見つけるのが場所の予測に有効、鍵になるというお話をします。でその例として2011年の台風12号、それから台湾の小林村のお話をします。これ両方とも NHK スペシャルで報道されましたので、ご覧になった方も多いかと思います。その後、
広域的な地形発達史に基づく地域の評価のお話をします。こちらの方はもうピンポイントで どこが危ないというふうなお話ですが、そうじゃなくてもうちょっと広い範囲ですね、地形がどういうふうに変わってきたかということを考えると、大体どの辺のところが危ないというふうなことが出てくるというふうなお話をします。でその次に地震によるもののお話をします。で地震によるものはこれと同じ事前の斜面変形の存在が場所予測の鍵になるというふうなこともあるんですが、まあ、こちらと重複するところがありますので、ここはちょっと省略をします。で地震によるものの場合にはこれと違っていて事前の斜面変形がなくて、地面の中でだん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 物がこう風化して弱くなっていって、準備がされると。でそこに地震がドンってきて崩れる、そういうものが結構ありますので、そういうお話をします。でその後に、今回の広島の豪雨の災害のお話をしたいと思います。で、これを入れたので、当初このヨーロッパアルプスの深層崩壊と、重力斜面変形のお話をしようと思ったんですが、多分この辺で時間がなくなると思いますので、まあそうしましたら、まあ、ここで終わりというふうにさせていただきたいと思います。では降雨による深層崩壊の事例ということをお話します。まず、2011年の台風12号による紀伊山地の深層崩壊のお話をします。この時には土砂による死者不明者56名というふうな、まあ、大きな災害でありました。これ日本列島の地質、まあ、日本は地質の博物館というふうによく言われますが、地質の種類と時代で分けて大雑把に分けてもこんなふうにカラフルになります。でこの台風12号、最近台風にはアジア名って言いまして、アジアで共通の名前がついてるんですが、タラスっていうふうに呼ばれてます。でこの台風タラスは日本列島を、四国から中国地方にかけて非常にゆっくり、横断しました。2日3日4日ですね。でここが紀伊山地、中央構造線という非常に大きな断層がありまして、北側が内帯、南側が外帯というふうに言われています。で、この紀伊山地にはこれ全部外帯というところですが、四万十帯と言われまして、白亜紀から新台山紀の深帯というものが分布しています。この深帯についてはまた後でお話しますが、海洋プレートが日本列島の下にこう潜り込んでいって、だん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 こうくっつけられていって、地層がくっつけられていった、そういうところです。で、まあ、そんな事情であまりきれいな地層じゃなくて、こんなふうにブツ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 切れて、小さな断層が発達したり、もともとはきれいなこう砂と、泥の積み重なりだったようなものも、こんなふうに、ごちゃ混ぜになっちゃうですね、いうふうなものがあります。でそれに対して、これは生前層って書いてありますが、まあ、きれいに、積み重なった層がある、まあ、こういうものも少しところどころに、見られるというふうなものです。熊野の山並みって書いてありますが、災害前ですね、非常に熊野の山並みきれいでして、なんできれいか、まあ、印象深いかというと、山の上の方はだいたい高さが揃っていて、それを谷が深く削っていっているというふうに見えるからだというふうに、まあ、最近思っています。でこの山並みの形態自体が深層崩壊の発生と関係しているという話もまた後でします。この時には台風12号で2000ミリメーターを超える豪雨がこの赤いポチポチで示してますが、50箇所以上の深層崩壊を発生しました。この到地点は降雨量なんですが、一番雨の多かったところと深層崩壊が非常にたくさん起こったところでちょっとずれているんですが、まあ、この理由はおそらく同じ地質なんですが、ちょっとこう様子が違うと
いうためではないかなというふうに思っています。まあ、今日は、その話は しませんが、で、深層崩壊は非常にたくさん起こったんですが、多くの場所で天然ダムが形成されましたが、数量の多いところではできてすぐに決壊しちゃいますので、結局残っているのは5箇所ですね。で、5箇所については今も対策してはまた新しい雨で壊されて、まあ、そんなふうなことが繰り返されてきています。全部のところはそうじゃないんですが、いくつかのところはそれでなかなか、難航しているというふうなところがあります。で、この時にどんなことが起こったかといいますと、天然ダムの形成と決壊の恐れですね。ここが崩れてここに天然ダムができてますが、その後、もう水がオーバーフローしてますね。これオーバーフローしてて、もう、コントロールできなくなると決壊して、ということが懸念されて、まあ、避難が長期化したということがありました。これは現在も、対策工事をしては、壊されて、まあ、そんなふうなことが続いているところです。それからあとはこういった、土砂の直撃ですね。この場合にはここが崩れて、これ熊野川の本流なんですが、ここに水が、土砂が突っ込んで、水とその土砂が対岸を襲ったと。でここに集落があったんですが、それは、もう壊滅してしまったというところです。それから、この場合には非常に高いところが崩れて、その土砂が増水した熊野川に、突入して、上流側に津波を引き起こして、ここにあった発電所は壊滅、壊されたというところです。これもやっぱり非常に高いところから土砂が突入したんですが、この場合にはこれも熊野川の本流ですが、来た土砂が 水をこちら側に押し寄せて、この部分が襲われたというふうなところであります。これは、まあ、主要な道路がこう川沿いにあったんですが、深層崩壊によって、それを分断されて、孤立、酸素の孤立が起こったというふうなこと、まあ、こんなふうに、土砂の直撃を受けたり、増水した川に、土砂が突入して津波を発生した、それから天然ダムを形成して、長期的な避難が継続したと、まあ、こんなふうな災害が、引き起こされました。これは、まあ、2011年のお話なんですが、ここはですね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、100年ちょっと前ですね、明治22年の十津川災害というのが起こったところと、まあ一部重複しているような地域です。で、十津川災害の時には、台風の北上に伴って豪雨があって、大規模な山崩れが1080箇所、天然ダムが37形成、で168名の方が亡くなられたというふうな非常に大きな災害です。この、災害の翌年ですね、600戸、2489人が北海道に移住して新十津川村を開村したということは、まあ、非常に有名なお話だと思います。まあ、今回の災害の時にもその新十津川村の方が、応援に駆けつけて、くださったそうです。これは十津川災害の時の天然ダムに、いかだを浮かべて人が乗っている様子だと思います。それで、まあ、100年以上間が空いたんですが、この台風12号とその明治の十津川台風ですね、非常によく似ていたということが、気象庁の牧原さんによって示されています。上が台風12号、下が十津川台風ですね。これは9月30日の朝6時、これが9月4日の朝6時、これが1日ですね。その時に四国に上陸して横断して、山陰の方に抜けたというふうなものですが、
十津川台風はこれが8月19日の朝6時、20日の6時ですから、まあ、これも1日です。四国、瀬戸内海、山陰と抜けていったというふうに非常に似たコースを取っていて、その時に紀伊山地の方で非常に大量の雨があったというのも共通の特徴なんだそうです。こういう話を私伺うまで、非常にこう被害の大きい台風っていうのは、日本列島をこう縦断していくような台風は非常にあちこちに被害を及ぼすから、なんて言いますか、非常に大変なんだろうというふうに思っていたんですが、気象の人に言わせると、縦断していくような台風っていうのは、雨の多いところをどんどん移動していってしまうので、同じところでそんなに大量の雨が降るということは、まあないというか、心配はこういうパターンに比べて少ないんだそうです。でこの場合には、こういうふうに日本列島を横断していきますから、いつもこの台風に向かって、こちらから風が吹くということで、同じ場所に非常に大量の雨が降りやすいということなんだそうです。で、まあ、この2つも同じような、台風で同じような雨が、降って同じような災害が引き起こされたというふうなことかと思います。深層崩壊発生に要した雨については分かっているようで意外と分かってなかったんですね。従来は、何でかというと、従来は深層崩壊の発生した時何時にどこの深層崩壊が起こったと意外と分からない場合が多かった。特に山奥の方とかですね。それから雨量の正確な分布が分からなかった、大抵、深層崩壊が起こったところに雨量計があるわけじゃなくて、その一番近いところの雨量計のデータで、推定するというふうなことがされていましたが、雨って何キロか離れるともう全然降り方が変わるというふうなことがあるわけですね。で、まあ、どの程度の雨で深層崩壊が発生するのか、まあ、正確には分からなかったということかと思います。ですがこの台風12号での経験は、19の深層崩壊の発生時が特定できました。これ地震波の解析とか目撃情報とかによりますが、それからレーダー目指す解析雨量によって 1km 四方の雨量が1時間ごとに明らかになっていました。ですから、この19個についてはどれぐらい雨が降った時に起こったかということが、まあ、分かったというふうなことです。これはそれをグラフにしたものですが、この大きな丸がついているところは発生時刻が特定できた崩壊です。これは積算雨量ですね。こちらの方は時間雨量です。でこの赤いポツはそこの深層崩壊が起こった時を示しています。だんだん雨が降っていって、だいたい700ミリくらいから深層崩壊が発生し始めているということが分かります。ただもちろん700ミリ降ってもこの辺のところはまだ全然深層崩壊が起こっていないので、700ミリ降れば危ない動向ということは一概には言えないんですが、まあ、ここのような地質地形的な背景ではこうだったということは非常に大きな参考資料になるというふうに思います。それからもう一つですね、従来の深層崩壊はいずれも発生後を研究していました。ですから発生前の地形の状況というのは空中写真、空から撮った写真を見て、崩れる前はこうだったというのは推定していました。なんですが空中写真では木がいっぱい生えていると、木の下は透かして見えないんですよね。ですからなかなか詳細な地形は観察できないので、発生前の地形的な特徴というのはあまりよく分かっていなかったというのが実情だったかと思います。なんですが台風12号による深層崩壊の場合には39箇所で
発生前の詳細地形データが取得されていました。これはその予測のために、取得されたのではなくて、たまたま39箇所震災崩壊がたくさん起こって、そこにある地形データを見たらば、そのデータのある範囲の中に39個入ってたということが、実態です。でそれを、よく見てやれば発生前の地形の詳細の分析が可能だったということです。で実際にそれをやってみたらば、どうも大きく崩れたところというのは発生前に地形的な前兆があるということが分かったわけです。これ非常に単純なことなんですが、場所の予測研究には飛躍的な進歩があったというふうに言えるというふうに思っています。その例を2つほどお見せしたいと思いますが、これは五條市の博谷というところですね。さっきこちら側からこの天然ダムの写真をお見せしました。でこれ木がいっぱい生えてるんでその下は見えないですが、ここに航空レーザー計測といいまして、航空機から下にレーザーを発射してやって、一番最後に跳ね返ってくるパルスを捕まえて、それで木を透かして地面の測量をしようというふうな技術です。いろんな名前で呼ばれていますが、日本ではどうもなんか分かんないですけど、このレーザープロファイラーっていう名前が一番なんかよく使われてるみたいです。英語圏だとこのライダーという名前が一般的に使われていると思いますが、こういう方法で水平誤差だいたい50センチ、高さ10センチ程度の詳細な数値データを、あっという間に取ることができるというふうな技術です。これは発生後のその航空レーザー計測データから作った地形の傾斜の図ですね。黒いところが急で、白いところは傾斜が緩いと。こう天然ダムの池ですから、真っ白と。これ崩壊の輪郭ですね。でここが崩れてここに天然ダムができています。で、崩れる前はどうだったかというとこうなっていました。もう同じ画角ですので、特にこの辺を見てていただけるといいんですが、この、これが崩壊の輪郭ですね。どうもあらかじめ、崩壊の一番てっぺんのところにこうやって黒い筋が、見えたということが分かりました。これたまたまこう都会引っかい見てるうちには見えるんじゃないかなというふうに気がついたんですが、この黒い筋は、小さな崖ですね。周りよりちょっと、傾斜が急なところです。ですからもう崩れる前にすでに崩壊の輪郭ができていたと。ただパッと見て分かるような大きなものじゃなくて、小さなもの、小さなものの方がこれからドンと動く、その予備的なこう準備段階にある。もう非常に大きく動いちゃってるものはむしろ安定というふうに見るべきだなというふうに思わせたものです。これは NHK さんが、先ほどの地形のデータを使って、映像を作ってくれたんですが、これ空から見た、様子ですが、ここに航空レーザー計測を使うと木を透かして中が見えるんですね。この崩壊の上の方を見ると、その崩壊の輪郭に沿って、こういう黒い数字が見えたというふうなわけです。これも、NHK スペシャルでやられて放送されてましたので、ご覧になった方も多いかと思いますが、もう一度、お見せします。こんなふうな小さなスケールのものを、注意すればいい、そういったものは実際に見っかるということですね。空中写真ではなかなかわからないんですが、そういうことがわかりました。これ発生後の、一番、
上部の様子ですね、早稲田前がこうで、この方向の断面を描くとこうなっていまして、これ両側、断層で挟まれていて、その間の部分が抜けたと。これ深さが深いところは80メーターぐらいあったと思いますが、これはこの方向の断面ですが、まあ、上の方に小さな崖があったというわけです。でこちら側の断層はまあこういった面と、こちら側は、ちょっと、下から見てますので右左がひっくり返ってますが、あこういった断層と、まあ、こういった2つの断層に挟まれた、くさび型の部分が、崩落したと、滑り落ちたということが分かりました。これもう一つの例で、もうちょっとちっちゃいんですが、これ100メーターですね。ここに、まあ、小さな水たまりができています。これ発生前の奥国レーザーのデータですが、これ発生後のものはないんですけれど、この崩壊の輪郭がこれよく見るとですね、ここに黒い筋がずっとこうあるのがお分かりいただけると思いますが、これが崩壊の輪郭になったわけです。で、ここの部分の断面を描くと、まあ、こんな風になって、これ1マスが 1メーターですので、これ1マスが1メーターで、2メーターたった2メーターの崖がここにあったわけですね。これが、まあ、全体が少しずり下がってできた崖だったというわけです。ですけども、まあ、我々は空からそれを見つけることができるということが分かってきました。今これの空中写真の絵があるんですが、そこでは、見えない、本当にあるんだぞというふうに思ってみると、まあ、見えるかなというふうなものです。で、どういうところに滑り面ができたかというと、これ崩壊したところの中身ですが、こうテカテカと光っています。これは、まあ、深帯に固有のスラスト断層面ですね。断層で磨かれた面、まあ、うねうね、ま、曲がってるんですが、そういった面で滑って、これはすぐ隣のものですが、ここでもこういうふうな非常にテカテカした面が出ています。この断層はどうやってできたかというと、これ先ほどの地質ですが、この部分が、この断面が、これはもうモデル実験の結果ですが、こちらから海洋プレートがこうやってきて、地層がどん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 潜り込んでくっついていくというふうなものです。そうするとこういった断層が非常にたくさんでき、こういった断層が先ほどの、こうテカテカと光った面になっている。もともと滑りやすい面がたくさんできていたわけですね。もっと非常に小さなスケールで見ても、地層はこういうふうにブツブツと切れる。で、切れて、地層と地層の間が小さな断層になるというふうなものです。まあ、こんなふうに、深帯に特有の湾曲分流をする断層と。で、これ地層がきれいじゃなくてブツブツ切れてるんで、破断層って言ったり、これごちゃ混ぜになると混在層と、混在岩というふうに言ったりしますが、こういった岩石は、まあ、こんなふうにきれいに積み重なった地層とは非常に違うわけですね。テレビの報道で流れ盤っていうふうに、何度も言ってましたが、あの流れ盤っていうのは結局、こういった断層が流れ盤になっている。だから斜面の傾斜方向に、地層が流れるような、流れやすいような構造の、断層面になっているということで流れ盤というふうに言っていました。今お話ししましたように、急激な崩壊の前に斜面が変形して、だん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 歪みが累積していって、ある意味の限界状態になっていた。それが工事に崩壊して、大きな応力効果があった。要するに支えがなくなって落っこちるわけですね。いうことが起こったということが分かってきました。それで、こういった歪みの累積が崩壊の
する崩壊する前の上にあるような小さな崖として現れていたということが分かってきました。これは朝日新聞が今のようなお話を聞いて、作ってくれたポンチェですが、一気に崩れるんじゃなくて、やっぱりもともと少しずつ、ずれていって、段差ができて、あるところで限界を超えて崩れるというふうなものです。でこれよく地震の研究で、割り箸をだんだん曲げていって、あるところでバキッと折れるというふうな説明を昔はやってましたが、それと似たようなものですね。だとすると、この方向の断面ですが、少しずれていって、最後ここはドンと落ちるというふうに考えると、この斜面の全体の大きさに対してこの崖の大きさの比率がある意味で、歪みというのはあまり正確ではないんですが、全体のこう歪みの度合いを表すだろうというふうに考えられます。でそれを計算してしまい見ました。でその前にどれぐらいの大きさの崖ができていたかということですが、大きいものは50メーター以上のものもあるんですが、5メーターよりも小さい、この天井よりちょっと高いぐらいの崖というのも12個あったというふうなものです。で、今の比率を見ると 4% 以下のものも非常に多い、大きいものよりむしろ小さいものの方が多いというふうなことが分かってきました。ということで、航空レーダー計測を活用すれば、少なくとも深層崩壊の発生候補箇所は見つけられるということが分かってきましたが、同じような目で広い範囲を見ると、その台風12号の時に崩れたところ以外にも同じような地形があちこちにあるんですね。でそれは何で落ちなかったか、いうことが問題に、当然なってくるわけですが、考えようによっては崩れるか崩れないかというのはほんのこう紙一重の差であって、たまたまこちらは、構造的に弱いとか、あるいは、雨水の染み込み方が違うとか、そういうふうなことも加わって崩れたけど、こちらの方は、崩れなかった、だから両方とも崩れたというふうに考えるべきだというふうに行くのがいいんではないかと思いますが、いずれにしても危険度のランキングが必要というふうなことであります。で次に、台湾の小林村、2009年、ですね、のものです。これは小林村の崩壊の起こる前の、写真、これ起こった後ですね、ここに川があって、その川のへりにこうやって集落がありました。この川はこの川、ここに集落がこうあったわけですが、後ろのここから来た土砂が、この崖の上から、降りかかるようにして、この集落を襲ったと。それからこの土砂の一部は、せき止め天然ダムを作ったんですが、確か1時間半後くらいでしたかね、決壊して全てを失わしたというふうなものです。これ先ほどお見せしたものと同じですが、ここが崩れて、ここに村があったんですが、埋めてしまった。これ天然ダムがここにできたというものです。ここからここまで3キロですね。これ発生前と発生後の5メーターメッシュですから、5メーターに1点のこう、地方面のデータがあって、それを両方比較してどれぐらい深さのところまで崩れたかというのを計算したものですが、深いところでは、80メーターくらいですね。この部分とこの部分は崩れたというふうなことが分かりました。これはその断面ですが、砂岩とか泥岩とかいろいろ書いてありますが、要は、斜面の下の方に向かって、傾斜する構造になっていて、いわば滑り台のような構造をしていたと。この部分が崩れたわけです。
崩れる前にはどんなんだったかというと、さっき見たの航空レーザーのデータは見られないのですが、Google Earth、誰でも見られますが、で見ると、この部分は崩壊の輪郭ですが、ところどころにこういうふうに、ちょっと出っ張りがあって、その後ろはくぼんでいるとかですね、非常に変な地形をしています。ですので、この部分が全体がやっぱり変形していたというふうなことがわかります。これは、地形の標高のデータから作ったイメージです。これはその崩れたところを下から見上げたところですね。これが崩壊の輪郭ですが、このつるっとした面はこれ地層の面です。右に傾斜してですね。それからこちら側は左に傾斜する急な崖なんですが、こちら側は断層です。ですからこの断層とこの地層の面で挟まれたこの部分が抜け落ちたというふうなことが構造的な原因でわかります。でさらに、これ登ってってみると、こんなふうな構造がありまして、これもともと質はこんなぐらいに傾斜しているところです。それが、上から重力で押されてギューッとこう曲がってひび割れている様子がよくわかります。これは実際には、崩れる前の地表からは85メーター深いところですね。ですからここから上も同じように変形していたということがわかります。でこういったところに、崩壊時に1650ミリかな、それぐらいの雨が降っていたんですが、降って、水が溜まって、この部分破壊されたというふうに考えられます。これ非常に不安定な地形でして、これ子どもがクラウチングスタートをしているところですが、こう曲がってこの手で、体重支えてますが、手を外してやれば一気に前に、ちょんのめてしまうというふうな、それに例えられるような状態だったというふうに、推定できます。これは崩れたところの一番高いところから下を見たところですね、これが川で、この見えないんですがこの辺に集落があったわけです。でここからここまで、約3キロ、この崩壊は、朝6時だったかな、非常に早い時間に起こったんですが、近くの地震計で地震記録としてこの振動が捉えられています。でその記録によれば93秒間で動き始めて止まったということがわかります。ですのでそれから計算すると、速さは時速70キロから120キロくらいだったというふうに算定できます。小林村の深層崩壊の原因を、まとめますと、くさび型の不連続面があって事前に重力による変形があったと、それから今言いませんでしたが風化によって岩盤が劣化していたということも、理由の一つとして挙げられます。この場合も重力による変形の地形は見つかったはずであるというふうに考えられます。ですがここの台湾の場合にも非常にたくさんこう重力で変形している斜面はいっぱいあるんですね。ですからなんでここだけっていうふうなことは答えなくちゃいけないんですね。ですがこの小林村の深層崩壊がきっかけで台湾では台湾の国土全域をその航空レーザー計測を開始してまして、ほぼもう出来上がっているという状態かと思います。台湾は大体日本の九州と同じくらいの大きさですね。今ピンポイントでそういうのが分かるようになってきたというお話をしましたが、これから広域的な地形発達に基づく地域の評価のお話をします。でこれはピンポイントじゃないんですが、広い範囲での潜在的な不安定斜面の発見に有効だろうというふうに、考えられます。私どもはこの、2011年の台風12号が来る前からですね、紀伊山地の中で、深層崩壊とか地形の発達の研究をしてました。これはきっかけは明治22年の十津川災害があったわけですが、どういうところで起こるんだろうというのを調べていて、ある程度のことは分かってきていたんですが、
まあ、ちょっと遅かったということかと思います。で、このちょうど中央部のところですね、ちょっと地質の話は省略しますが、この部分の、アップがこれで、これは今の流域ですね。ここが戸塚温泉、ですね。この辺は五条の中心ですが、これ標高の段サイズ、赤っぽいところは標高高くて、緑っぽいところは標高低いというふうなものです。でこれに、傾斜35度以上のところを黒く、塗りつぶしますと、今の川の近辺のところが非常に急でだということが分かります。特に上流部ですね。下流部はもう急なところはわーっとこう広がっていますが、です。でなんでこんな地形ができたかというと、これをご覧いただけると、かなり理解しやすいかと思いますが、ちょっと前にお見せしましたが、あの熊野の山並みは山頂がかなり揃っているというふうなお話をしました。でその山頂のちょっと下の方に、ちょっと下の方はまあ比較的緩いんですが、今の川びれのところは非常に、急傾斜になっている。つまり今の川が古い地形を切り刻んでいるわけですね。でその刻んでいるところのへりの部分がだんだん不安定になって少しこう垂れ下がってきているというふうなことが一般的に見えるということが、分かってきました。でこれ古地形領域とか解析領域とかいうふうに、まあ、言っていますが、でどういうふうにしてこういう地形ができたかと言いますと、まあ、相対的に緩い地形ができた時期があります。ただこれよくあのデイビスの侵食輪廻の話かというふうに言われるんですが、実際にはこれこんななだらかじゃなくて平均傾斜が30度近いぐらいのかなり急な、斜面ですなんですが、それをさらに、川が削っていって、足元を取られた斜面が不安定になってだんだん変形していくと、こんなふうなことが起こっていたわけです。ただこれがどれぐらいの時間で起こったか今一つよくわからないんですが、おそらくある時期にここの隆起速度が速くなって、川の、下刻下に削る力ですね、が、強くなってこういった地形ができたというふうに、考えられます。これ、非常に模式的な地形が、まあ、中国の高度高原で見られるんですが、これ上の方にこうなだらかな地形があります。でその中に谷がこう入ってここまで侵食しています。でさらに、谷の中にもう一個谷ができてここまで侵食していると。でその谷の壁で、崩壊がたくさん起こっている、まあ、こういうのを谷の中に谷があるので黒中国というふうに言ったりしますが、まあ、そういった現象が紀伊山地でも起こっていたというわけです。それでかなり広い範囲を航空レーザー計測データを使って、古い地形の領域を黄色、それを侵食している新しい谷沿いの領域を灰色で分けて、崖があるとか、へこみがあるとか、そういった重力で変形している斜面の特徴を拾い出してやって、重力斜面変形をプロットしてやったのがこれです。この赤い点ですね、まあ、こんなふうに、古い地形のへりにたくさんあるというのがよくわかります。で、これは台風12号による深層崩壊を赤でプロットしたもの、重力で変形している斜面はピンク色でちょっと薄くしてありますが、この台風12号による深層崩壊はこういった古い地形面のへりで重力変形しているところで起こっているということが分かります。これにさらに戸塚災害の時に起こった深層崩壊、これ青でプロットしてやると、まあ、それも似たようなところに起こっているというふうなことが分かります。全部のところが崩れているわけではないので不安定なところはまだ他にもたくさんあるわけですが、全てこの地域がみんな同じように危ないというわけではないということもわかります。ということで深層崩壊の発生場所はどうも大体10万立方メーター程度以上の体積の発生候補箇所というのは抽出できるようになってきたというふうに見通しが得られた
というふうに言えます。で、抽出には航空レーザー計測量が有効であると。ただ抽出後の危険度評価が課題になっているということ、それからピンポイントじゃない広域的な地形発達も地域的な評価に重要だという、まあ、こんなふうなことが分かってきました。で、次に地震によるものですね。で、今お話したように事前の斜面変形の存在が場所予測の鍵になるんですが、まあ、これは重複するところが多いので、スキップして、こういった事前の斜面変形がない場合ですね、のお話をします。火山砕屑物、泥岩、炭砕岩とこういった岩石についてこれが重要というお話です。地震による深層崩壊は、まあ、発生前に、機械的な準備がされるか、科学的な準備がされる、こちらの方が、まあ風化ですね。これからお話しするのはこれですが、それで、この機械的準備の方は前兆的な地形がさっきの雨で起こるものと同じように出てくる。ですが、この科学的な準備の方は、まあ、静かにゆっくり地面の下で進むということで前兆的な地形には現れません。あの、人間に例えると骨粗しょう症、粗しょう症ですかみたいなもんかと思いますが、外から見ては分かんないけど中が弱くなっちゃってるということですね。こういった科学的な準備が重要なのは、火山砕屑物、軟質な海水、海でできた泥岩、炭砕岩とこういった岩石で分かってきています。で、最初に、火砕物、この火山砕屑物の、略ですが、その非常に典型的なのはこの、前にお見せしましたが、御嶽山の大崩壊ですね。この部分の中に入ると、こんな風に黄色い、軽石が あちこちにこう顔を出しているんですが、ここに滑り面ができたということが分かっています。これ軽石って昔はよくお風呂でこうかかとをするのに使ってましたが、非常に硬いんですね。硬いんですが、長い間水と接していると水と反応して弱くなっていってしまう。で、簡単に手でもう水みたいに潰せるようになってしまいます。これは そういったものですが、これ今のところの断面図ですね。これが100メートルです。で、ここにスコリアと軽石って書いてありますが、まあ、さっきの軽石ですね、があって、その上に100メートルぐらいの地層が乗っかっていると。で、下のところではまあ浸食が進んで、この軽石が顔を出しているというふうな、ところに地震が起こって、ここに滑り面ができて上からドッと崩れたというふうなものです。これは東北の白川のものですが、ここが崩れたわけです。で、中に入ると、まあ、こんなふうに擦り傷のついた滑り面がこの中至るところで、見えますが、これ非常に軟質な粘土、昔の土壌ですね、古土壌というふうに言ってますが、ここに滑り面ができたということが分かります。で、今の粘土は環状ハロイサイトって書いてありますが、こういうふうなチューブ状の非常に柔らかい粘土ですね、どうもそれが原因らしいということも分かってきています。で、ちょっと英語で申し訳ありませんが、これ今と似たような火山砕屑物、特に空から降ってきた高火火砕物ですが、に地震で起こった崩壊の分布を示しています。さっきお見せした長野県西部地震ですね、ですがこの他に、たくさん起こっています。一番新しいのが、まあ、東北の地震ということです。この2つをお見せしました。で、その他にも起こってますので、こういったものについて、簡単にご紹介したいと思います。これは1978年の伊豆大島近海地震ですね。伊豆大島はここで、伊豆半島はこれですが、ここのところで、まあ、非常に狭い範囲、これ500メートルですから2キロ四方ぐらいの間に、7つたく、密集して発生しています。これも非常にこう流動的な崩壊でして、例えばこれはこの部分は崩れてここに堆積したんですが、上から見ると、
こんな風になっていて、これ人間の舌みたいな格好をしてですね、上から崩れてダーッと流れ広がっていったという風なものです。こういった崩壊がたくさん起こっている。これ今一地震、1949年ですね。ついこの間、ちょっと不幸な事件が解決されたところですけど、これ今日光市ですね、です。で、その時にこの赤いポツポツが書いてあるところで、軽石の崩壊が起こっています。これ随分古い論文なので絵があんまり良くないんですが、例えばこことここで崩れて、それが麓をわーっとこう流れ広がってるわけですね。こんなのが非常にたくさん起こった、という報告があります。これは、1968年の十勝沖地震ですね。この時も、この赤いポツポツのところで、こんな風に、上が崩れて下に流れ広がるという風なことが起こっています。これは、スマトラ島ですが、パタン地震というのが2009年にあって、こんな風な崩壊が非常にたくさん起こりました。これ壊滅的なものですが、あちこちで崩れて、崩れた土砂が下の平坦なところを流れ広がった。これもうここに村があったんですが、村は壊滅ですね。ここで160名以上の人が亡くなったというところです。これパダン地震、その地震の地滑りで亡くなった人の慰霊碑で、名盤がありますが、非常にたくさんの人が、刻まれていました。これは崩れた層の断面ですが、これ上の白いところは軽石ですね。で、下の茶色いところは、古土壌といってますが、古い土壌で、この部分を拡大すると、こうなっていて、上が軽石で下が古土壌で、特徴的なのはこの間に両方がこう入り混じって非常に柔らかくなった、風化して柔らかくなった層があるで、そこに滑り面ができて、滑ったということが分かりました。で、こっちは硬いんですが、ここは非常に柔らかい。で、上は水を通しやすい。ですから水はさーっとこう染みていくんですが、ここで止まるわけですね。この地震は、その事前の項はあんまりよく分かってないんですが、非常に豪雨の時に起こったということは知られています。で、これはフランスの衛星のスポット。で、今のところ、撮影されたものですが、この白いところはみんな崩壊ですね。非常にたくさん起こっています。これが2キロです。なんでこんなにここにたくさん起こったかということですが、それは、ポイントは軽石にありまして、軽石は火山が空に吹き上げて空から降ってきてたまるものですね。ですから、もともと火山に近いところに厚いくたまって、離れると薄くなっていくわけです。で、これはその軽石の厚さの分布を測ったものですね。ちょっと見にくいですが、これ、逃走光線、厚さの同じところをつないだ線ですが、これ550センチ、250センチ、50センチということで、こんなふうな同心円状をしていることがわかります。この軽石、昔はここにマニンジャウカルデラって非常に大きなカルデラがあって、そこから来たんだろうというふうに言われていたんですが、どうもこれを見ると真ん中どこかこっちにあるんで、この火山かこの火山かどっちかだろうということが分かりました。で、こういうことをやるのは火山の研究の人がやるんですが、我々は別に火山の研究をやってるわけではないですが、で、この黒いポツポツと書いたの、これが崩壊の分布をプロットしたものです。で、これを見ると明らかに、軽石の厚さが4メーター50センチぐらい、違うか、3メーター50センチくらいよりも厚いところに集中して起こっているということが分かります。で、地層は厚くなればなるほど、斜面方向の重力の分力も大きくなりますから、不安定になる。あんまり薄いとそうではない、ということが分かりました。で、硬化火砕物は地震動に対して非常に弱い、特に風化しているとですね、で、崩壊は何の前兆もなく起こる、地震によってですね、けれども我々は崩れるものがどこにあるかを知ることができる、
少なくとも同じようなタイプのものですね。日本の例をお見せしたものもこのパダンのものと同じような考え方が使えるというふうに思います。でそれは、地質的観点、要するに火山の歴史を編むとかですね、そういった考え方からです。なんですが、一つ注意しなくちゃいけないのは、地震の前の、雨ですね、これは高架火災物の崩壊を引き起こした地震の先行降雨のグラフですが、地震の前10日間、30日間、60日間のものです。で今位置からずっと並べてあって、これは東北ですが、地震の前10日間の雨っていうのはこれとこれとこれが少ない、それから30日間っていうのはまあこれとこれが少ない、で60日間っていうとこれだけが圧倒的に他のものと比べて小さいということがわかります。でここから先はまあ推定なんですが、火山灰って風化火山灰は非常に水を保水しやすいんですね。ですから長い時間の記憶を留めている。でしかも水が水分が多いと、結果的に強さが減るということも分かっていますので、多分そういったことが関係あるんではないかというふうに考えれます。ということはどういうことかというと、今までの経験で将来の危険度を評価するという場合には、今までの経験した地震の前にどれぐらい雨が降ってたかということも一緒に考えないと、なんていうか判断を誤ると。例えば東北の地震の時は非常に少なかったけども、この時に事前の雨がもっといっぱいあったらばもっと全然違うことになってたんではないかというふうにやっぱ考えるべきだろうというふうに思います。だんだん時間がなくなってきましたので、ちょっとスピードアップしたいと思いますが、それから泥岩でも科学的な風化がどうも関係あるというふうに考えられます。これは新潟県中越地震2004年ですね。でこの赤とか青とかピンクがこれは、地滑りですが、この地震の前までは泥岩のところでは地震が起こっても地震による地滑りはあんまり起こらないんじゃないかというふうに考えられていたんですが、この水色の泥岩の分布域の中でこういったふうに地滑りはかなりたくさん起こってまして、ちょっと違うんではないかというふうなことを考えさせたものです。でひょっとしてその理由の一つじゃないかなというふうに考えられるのは、これ泥岩の、でもパカッと割ったところの電子顕微鏡写真なんですが、こんなふうに、小さな化石の殻が溶けて穴ができる、風化して穴が非常にたくさんできる、でしかも岩石が弱くなるという性質があります。こっちは軽石が風化して、溶けてこういう小さな穴が非常にたくさんできたようなものですが、どうもこれを見ると非常によく似たような格好もしているし、ちょっとすると風化した泥岩というのは風化した軽石と同じような挙動をするんじゃないかなというふうに思えます。それから炭酸塩岩ですね。これ聞き慣れないかもしれないですが、日本ではまあ石灰岩と、同じようなものというふうに考えていただければいいかと思います。この炭酸塩岩の崩壊は、2008年の中国の汶川地震で非常にたくさん起こっています。これはそのうち、最も大きかったものですね。歴史上でも最大規模のものです。でこの白いところ、これ全部、ほとんどが炭酸塩岩のところの崩壊ですね。こんなふうに無数に崩壊が起こっています。でそういったところに入っていくと、地層がこっちに傾斜しているところは、地層の面で滑ってこういった、長い堆積物ができる。で地層の傾斜方向と反対方向の、斜面、急斜面では、ガラガラ落石が起こって外水がたまるというふうなことが一般的に起こっています。でこの滑った面はどんなところかというと、実際に入っていくとこうつるっとした面ではないところが非常に多いんですね。この白い点々のところはこれ出っ張ったところなんですが、この緑っぽいようなところはくぼんだところです。これなんでこんな風になってるかというと、もともとこの地層の面に沿ってだんだん水が通っていって、
岩石を溶かして穴を作っちゃうわけですね。でこの白いところというのはこういうふうに地震の前に上の岩盤とくっついていたところです。ですからもともと接触面積が減ってきますから、全体を支える抵抗力というのは小さくなる、というふうにして炭酸沿岩は地震に対して脆弱だというふうなことがどうも一般的に言えるというふうに考えられます。で今までお話したところが大体、日本とそれから近くの国の深層崩壊についてのお話です。でこれについては、ちょっと宣伝みたいになっちゃいますが、つい最近深層崩壊という本を書きまして、小林村とか紀伊山地とか、中国の話とかですね、書いてありますのでご興味のある方はご覧いただければというふうに思います。で最後、もうあと5分くらいにしようと思いますが、広島の豪雨災害のお話をしたいと思います。広島は実際に行かれた方でないとあんまりピンとこないかもしれませんが、本当に山沿いまで町がたくさんもう広がっています。こういったあんまり高くないんですが、山あいのところにどん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 人が入っていってるというふうなところに雨があって、土石流が起こってその下が襲われる、というふうなもの、あるいはあんまり長い土石流じゃないですが斜面が崩れてその下が襲われるというふうなことが起こったわけです。で結果的には死者が72名で不明の方が2人というふうな、大惨事ですね。都市型の山地災害とでも言うべきものかなというふうに思いますが、そういったことが起こりました。これなんでそうなったかということですが、これはその災害における降水の分布と崩壊源の分布、およびあれすいません、これは別のを取ってきたので、これはないですね。崩壊の分布が赤点で書いてあって、この等値線は3時間の降水量です。赤い点々がここに非常に集中しているのがお分かりいただけると思いますが、非常に狭い範囲、幅2キロで長さ10キロぐらいの範囲にたくさん起こりました。でそこから外れるともうほとんど何にもない、全然崩れてないというふうなのが特徴です。それに、一番雨量が多かったのは、こちらにいろんなところの、降水量が時間雨量が書いてありますが、午前1時から4時ですね、その3時間です。この赤線のところで、崩壊が発生しているというものです。でこの3時間の降水量の分布を書くと、こんな風になって、崩壊の分布と非常に調和的になります。だいたい3時間雨量で150ミリから200ミリよりも多いところに集中して起こったということがわかります。なんでこんな狭いところに、大量の雨があったかと、強い雨があったかというのはよく、報道されてますが、バックビルディングっていうんでしょうかね、そういう特有の気象現象でできたということだそうですが、雨の方から見るとそういうことがわかります。で地質の方から見ると、これはその、地質ですが、この赤い点々点は、崩壊の分布図ですね。これピンクは花崗岩、グレーは堆積岩です。でどうも土石流は花崗岩と、堆積岩、これ花崗岩の熱で焼かれて固いホルンフェルスになっているところですが、そこに発生しています。で、つい昨日まで、言っていたんですが、どうも花崗岩地域で起こった土石流の原因はその一番上の方に崩壊があって、それが谷に入って途中の土石を巻き込んでいったというもののようです。でそれに対して、このホルンフェルスの場合にはどうも上に崩壊、大きな崩壊どうも見当たらないみたいで、あるところから水が噴出して、その水が原因で、土石流が起こったというふうに考えられます。なんですが、被害の大きかったのは圧倒的にこちらのものです。なんで花崗岩のところで、
そういった大きな被害が起こったかということを考えてみたいと思いますが、この広島の地域には2つのタイプの花崗岩があります。で、1つは中流花崗岩、これ1円玉直径2センチですね、こうつぶつぶが見えますが、それからもう1つは砕流の花崗岩、こっちの中流の花崗岩の方は、風化して真砂土になりやすいんですが、それに対してこちらの方は風化しにくくて大きな塊のまま残るんですね。で、99年の災害の時はこちらの方が崩壊の主体でしたが、今回のものはどうもこちらの大きな塊がたくさん含まれている、ということのようです。これは緑7丁目というところの土石流の上部ですが、中流花崗岩の崩壊ですが、こういう白い塊はほとんどが砕流の花崗岩、これは八木山丁目の土石流の源頭部の崩壊ですが、これ、砕流の花崗岩で、ね、こんな大きな塊がゴロゴロしているというふうなものです。これは、壁6丁目ですね、上で崩壊が起こって土石流が流れ広がったというところで、実際行ってみますと、まあ、こんなふうに大きな塊がたくさん、ゴロゴロしています。で、これはさっきお見せした砕流の花崗岩で、こういったものが大きな塊としてあります。ということで、どうも砕流花崗岩の大きな岩塊のために大きな破壊力があったということが、この甚大な災害の要因ではないかというふうに思われます。で、それに対して99年の災害の時には大きな岩塊が少なかった、まあ、そこにある花崗岩、もともとの花崗岩が少し違っていたということですね。それからもう一つ大きな災害の要因というのは、被災家屋の多くが沖、積水の上にあったということです。で、まあ、この辺りの家屋がここから出てきた土石流に襲われたんですが、この部分はもともと山から出てくる土石流で成長していたところです。これ空から見た、航空レーザーで撮られたデータですが、この緑8丁目、これ非常に大きいですが、こんなふうに、扇状の扇状地みたいな格好をしています。ここもそう、こっちにもあります。緑7丁目は小さいですが、そうですね。で、こういう沖積水はもともと土石流の繰り返しによって成長したものです。今家がたくさんあってよく見えないですが、例えばこれニュージーランドの何もないところで見ると、この沢沿いに土石が出てきて溜まっている様子が非常によくわかるということです。で、まあ、広島豪雨災害のまとめとすると、まだこれから詰めなくちゃいけないところはあるんですが、今の時点でのことですが、被害の大きかった地域の土石流は、花崗岩の崩壊に起因した八木山丁目等ですね、それから砕流花崗岩、一般的に山の上の方にあって、下の方には、中流から粗流の花崗岩があるんですが、その砕流のものが、でっかい岩塊として含まれていたというふうなこと、それから沖、積水と、こういったことが要因ではないかというふうに今は考えています。それからこれ99年の時の豪雨災害の崩壊の位置を赤い点点々で書いて、今回のものを赤で書いていますが、まあ、非常に近い地域で、起こっています。花崗岩地域の豪雨災害、これちょっとデータが古いんですが、あのプロットしたものです。この黒っぽいのが、花崗岩の分布域ですね。まあ、本当にたくさんの、雨による、崩壊が起こっています。ですから、もともとやっぱり花崗岩、風化花崗岩というのは、豪雨、強い雨ですね、長雨というよりも強い雨に弱いところだというのは、経験が示しているところです。で、これもここに写真があったんですが、写真がなんか抜けちゃってますが、今お話ししたようなところの今回の災害よりも前の2002年より前、のものは、私の書きましたこの、群発する崩壊花崗岩とか砕流というところに、書いてありますので、ご興味のある方はご覧いただければというふうに思います。で、まあ、あのヨーロッパの綺麗な風景写真をちょっとお見せして、
これゲッパッチダムというところで、ダムの上流にこんな大きな、変形している斜面があるけど、ダムはまだ運転しているというふうなことであるとか、これフリムスというところで、この大きな町が全部昔の崩壊地の中に入っているとかですね、ハングライダーはどっかで飛んでます、これ全部崩壊の堆積物です、とか、これはゴルダウっていうところですね、昔池に土砂が突っ込んで津波が起こったとかですね、いうふうなところです。まあ非常に綺麗なアルプスですが、それから、スイスのツェルマットというところでは非常に標高1000メーターぐらいの差があるところで起こっています。日本と全然違うのはやっぱり氷河があったということで、日本の場合はこう谷が広くなくて、もっとギューッと V 字型に谷が刻まれています。というふうなところです。どうもご清聴ありがとうございました。